はいどうも、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんです。とで、今回はトレマ速報ということで、アルビックス新潟。いやーね、前線の選手が点決める。まあ、昨年の一つ課題であったフォワードの得点力というところですけども、今日はね、フォワード陣のゴールがあったというところなんで、まあ、結果とね、得点者のまとめの方をやっていきます。で、ジュビロもですけどもね、韓国のクラブですね、ここはだからあれだったかな、確かね、新加入石田選手がいたところでしたっけ、違ったら申し訳ないんですけどもね、というと、韓国のクラブですね、これなんて読むんだったから、そのまま太田って読んだら多分ダメですもんね、太田じゃなくて、さっき調べたんですけどね、そう、テジョンだ、そう、テジョン、テジョンですね、テジョンとのゲームでございました。さあ、じゃあ振り返りやっていきましょう。今日はまあちょっとゲームが少なかったんで、多分短い動画やってます。よろしくお願いいたしますと、いうことでこちら、新潟富山3対0新潟勝利という結果に終わっております。得点者、鈴木浩二選手、谷口選手というところで、谷口選手は2ゴール、この間も谷口選手ね、ゴールを決めていた感じがしますが、谷口2ゴール、まあ、やっぱ昨年はね、フォワードの得点力というところが課題で、まあ、新潟のフォワードはね、点取る以外のところの仕事も多いから、なかなか難しさがあるかもしれません。まあ、ゴール前の仕事でね、ゴール前での仕事にこう集中できないみたいなところはあるかもしれませんが、集中できないというかね、まあ、それ以外での貢献度も十分高いんですけれども、しかし、まあ、得点という分かりやすい結果を残しました。これはやっぱ小野裕二選手の加入の影響もあるかもしれません。まあ、小野裕二選手もね、フォワード、昨年センターフォワードで、サガンとしてプレーをしてね、引いて受けてみたいなさばいてとか、まあ、やっぱ新潟のサッカーに合うような選手としてね、加入をしているんで、やっぱ鈴木浩二選手とか谷口選手からしたらね、いやちょっとライバル加入でちょっとね、ピリッとしてるかもしれません。で、まあ、ワントップのチームなんで、基本的にはまあ3名のうち1名は先発、1名はベンチで、1名はベンチ外みたいな、多分ね、そういう構図になるんじゃ、ないことだから、小野、鈴木、谷口、このうち1名はベンチ外になる可能性が高い。まあ、そこでどんな、ね、やっぱりこう選手のモチベーションも相当高いでしょうし、まあね、やっぱキャンプでどんな風にね、バチバチやってるか分かりませんが、ただやっぱフォワード陣のゴールがあっというところは、新潟にとっては明るい材料でしょうし、まあ、これやっぱね、小野選手、小野裕二の加入というところも火をつけたんじゃないかっていう、まあ、勝手な予想にはなってきますが、まあ、非常にいい争いがね、できてる感じがしますけどね。ね、はい、でこちら、ジュビロ、3対1ということで、テジョンに勝利でしたね。得点者、リカルド・グラッサ、藤川選手、藤原選手というとこなんで、まあ、ちょっとリカルド・グラッサセンターバックで、藤原選手はボランチの選手なんで、あと藤川がどこで使えたかでしょうかね。まあ、本来のポジションではないセンターフォワードで昨年もプレーするみたいなところがありました。まあ、基本的にはウイングのプレイヤーなんで、まあ、サイドハーフで、出たか、もしくはまあトップ下で出た可能性はありますけど、元は、藤川選手ね、やっぱドリブラーとして、やっぱね、この選手もそろそろもう一皮向けてほしい選手じゃ、長岡、ただジュビロのやっぱ2列目で言うとね、争い激しい、それこそ石田選手の加入もあって、で、まあ、平川選手がトップ下かボランチかなかなか読めない部分はあります。まあ、平川ボランチの可能性も、十分あるかもしれませんが、ただまあトップ下とかサイドハーフっていうところは、ジュビロのレギュラー争いが激しいところ、まあ、選手層が厚いところと思いますんで、まあ、これで2列目の選手が結果を残したのも相当大きいでしょうし、それこそさっき言ったね、新潟の時話しましたけれども、やっぱりこう選手の争い、まあ、レギュラーポジションの激しさっていうところが選手に火をつけているんじゃないか、本当アピールの場なんだよね今はね、っていうところで、まあ、本当ね、まあ、違う選手、まあ、これだから毎回僕言ってますけどね、まあ、3得点ともね、1人の選手が取るよりも、やっぱり特にこの時期は、まあ、いろんな選手が点取った方がいいんじゃないかっていう考えなんで、しかもまあそれぞれポジションも違いますもんね。まあリカルド・グラスセンターバック、藤川は多分サイドハーフかトップ下で、使われたと思いますし、で藤原選手もボランチの選手なんで、多分それぞれ違うところで結果を残したんじゃないか、まあ、ポジションのところですけどもね、っていうところなんで、まあ、本当ね、いい点の取り方だったんじゃないかというところでしょうね。はい、ということで今回です、まあ、こんな感じでちょっと今日短いですけどもね、また今後も、トレーニングマッチ速報等やっていきますので、これからもよろしくお願いいたしますと、いうことで以上、プラメンテージのサッカーチャンネルのつつんでした。よかったと思います。